はい、ということで、どうも BL チャンネルののどかです。バミです。はい、よろしくお願いします。はい、この動画は皆さんが片手までラジオを聞いているような感覚で楽しんでいただけるようにトークを中心に撮っております。はい、はい、ということで、今日話すのは、今日話すのってまずこれなんかあるけど、これ何何ちょっと顔とこうして、あ、違う、あ、こっちだな、近めだな、何マッスル、あ、そう、マッスルカップみたいな感じですね。はいはいはい、愛用なの、これ愛用、愛用茶、愛用ですね。それで何飲んでんの？これね、今ね、今ジャスミン茶です。さすがだね、やっぱ筋肉は筋肉のグッズが揃ってくるんだ ね、だんだんね、これ多分なんかもらったような気がしますけど、7キロぐらいあるの、それ7キロやべえよ、すげえ人にマジ迷惑だ、筋トレみたいな、違うの、なんか普通のあだそうです。はい、アマゾンで売ってます、すいません、適当でした。適概要欄にと言ってみたかった。そう、ないです。はい、ないです。はい、ということで今日はちょっと、また真面目な話だけど、私たちその BL で活動してて、PFDP っていうイベントをね、あの企画運営してるんですよ、もうどっかのうちの仲間はいまだに PDF って言いますけど、相変わらず PDF PDFD なんかもうなんかの書類みたいな感じになってますけど、あの PFDP です、皆さん、はい、言ってくれ、はい、はい。PFDP ね。PFDP っていうのは何の略なの？うん、あれね、プライスレス、フィットネス、ダンス、パーティーの略です。ああ。意外に覚えてるよね、俺ちゃんと作ったから。それはね、覚えててもらわない。今ちょっと言えなかったら、ペンだったよ。全然本当に、プライスレスなフィットネス、ダンス、パーティーをもう。あらー、いい名前。今更ながら。そう、プライスレス、フィットネス、ダンス、パーティーの略ですから。それをもう略して PFDP ね。そうそうそう、はい、だから最初よくね、プライスレスフィットネスダンスパーティーのプライスレスだけ残しててプライスレス FDP にしてたんですよ。ああ、一時までずっとプライスレス FDP にしてたんですけど、もう目指したくなっちゃって PFDP と統一しております。うん、そうだね、はい、なんかそれがそ、あ、まあ、YouTube にも、あるので、検索ワードにPFDP、PFDP、PFDP って入れると出てくるので、今までのそのイベントの模様をね、はい、上げてくれてるので、ちょっと見てみてほしいんですけども、なんでこれが始まったかっていうなんか話をチームの私が聞いてみる。確かにね、なんかね、なんで始まったんだっけ、覚えてないの。だからね、もともとその PFDP のその最初の時って結構なんだろうね、言い方悪いんだけど、かなり BL がダンスとして結構なんかね、なんかフィットネスのダンスっていうか、ダンスフィットネスなのかな、なんていうのかな、なんかそこの部分ですごいね、前のめりになってた時代のスタートなんですよ。あー、その喉からもともとよくいろんな先生受けた方がいいよって喉がいつもレッスンで言うじゃん、皆さんに、うん、そうそう、なんかいろんな先生受けた方がいいよとか、なんとかだよっていう、いろんな世界観あるよっていうのを言ってて、で自分も BL やってて、ああ自分のそのね、普段受けて自分の受けてるお客さんももどかのレッスン受けると面白いし、いや、まあ逆もしかしたらこういうのもあるんだなっていうのがあったけど、あるんだけど、なんかね、その当時特に BL やってて思ったのは、なんかみんなの先生はなんかみんなの先生のところしか行かないっていう部分がちょっとなんか感じてたの。ああ、好きなところだけ、好きなところだけ、で自分らのお客さんもそうだし、他のお客さんもそういうの一回なんかいろんな先生とか行った方がイベントって本当面白いよっていう、そうね、絶対その方がその普段ね、僕らの受けてるお客さんもいいし、その他のお客さんもいいと思うし、他のインプラさんにもいいし、だからみんながいいような状況が作れるだろうなっていうふうに思ったんだよね。だからその時に BL は BL でいいんだけど、もっとみんなでそのいろんなのを楽しんでもらいたい、ですごい、その正直ね、ここはいやらしい話なんですけど、本当にプライスレスっていう名前がついてるぐらいなので、要は自分としてはいい先生を見たかったりとか、面白い場所でやりたいとか、いろんなところで、要は何でしょう、本当に価値のあるものを提供したいから、やっぱ予算がかかっちゃうっていうのがあって、値段がね、やっぱり、ね、どうしても高くなっちゃうけど、それでもやっぱり価値のあるものを受けてもらいたいっていうところでやり始めたっていう、いう流れだね。すごいあれだね、
ちょっともう何年も前だったからさ、うん、覚えてなかったけど、うん、暑かったね。うん、それ何年なんだ、18年からはやってるかな。18はやってるね、多分。そうやってる。そうだよね、うん、18年からはやってるけど、うん、なんかすごい、うん、たかが数年だけど、すごい暑い、うん、なんか今、うん、今の話聞いて暑いじゃんうちらって思ったな、うん、なんかね、確かに同じ人間なのに、ちょっとたかが数年前だけど暑いな、なんかちょっと変えてやるぞみたいな、そう、まあそんな言ってないけど、そういう意気込みというかさ、うん、強さがある。あった、なんか今の感じだと、なんかね、とにかくダンスフィットネスをもっとみんなで楽しんでもらいたかった、うん、そうだね、し本当にシンプルに自分たちだけの範囲じゃなくて、うん、もっとダンスフィットネス全体が盛り上がってほしいっていうのが一番の本当の思い、うん、だね、うん、もうそこだから、そのメンバーをこう入れるときというか、その先輩方とか、うん、あの一緒にやってくれる人たちをお願いするときに、絶対に自分たちが面白い、うん、いいって思った人にまず声をかけてくれたよね。そう、なんかなんとなく例えばあの人が流行ってるからとかさ、うん、なんか噂で聞いたからとかじゃなくて、うちらが納得してこの人がいいって決めたよね、うん、そうそうそう、それは確かにそうだ、それはみんなに、うん、シェアしたかったんだもんね。そう、うん、なんかやっつけでは絶対やりたくないっていうのが本当に決めて、うんうんうん、ね、なんかそこがねすごく大事かなって、うん、だから本当にプライスレスのフィットネスダンスパーティーっていう部分であって、うん、だからやっぱ本当正直自分いつも思ってて、やっぱもう僕もうね、皆さんあのレベルになると上手いのは当たり前なんですよ。そう、あ、うまいのは当たり前、インストラクターの皆さん、うまいのは当たり前なのよ、なんだけど、その中でもやっぱこうよりね、みんなが来た人がみんな本当ね、ちょっとね、実は途中で結構変わってる部分があるんですけど、うん、当初の実は、うん、あの PFDP ってどちらかというと1日通して、うん、なんかこう来ててほしいっていうのが本音だったの、ね、いわゆるワンデー、ワンデー、うん、っていうのがワンデーありき、なんかこう1日通しで、うん、絶対外さない、全部面白いから絶対全部受けてみたいなっていうのがすごい大前提だったんですよ、うんうんうん、ですごいそういう風な中で、やっぱだからいい先生受けてるから、なんか全部受けないなんてちょっとひどくないぐらいな、本当申し訳ない、それはただ自分のエゴだったんですけど、うん、っていうふうに言ってたな、うん、もったいないしこの機会だからっていう感じで考えてたし、うん、なんかそういう全部受けてなんかこうスッキリするような作りになってますね、うんうん、そのスケジュールもね、はい、もね、うん、そういう風にしてたんですけど、なんかですね、こうそれが当初だよ、PFDP の当初、うん、そうだね、一番最初だったんだけど、だんだんね、正直ちょっとやっぱり1日っていうのは実際こっちの、ね、プレゼンターっていうかインストラクター側としてもずっと何本もレッスンするのしんどいけど、うん、受けてくださってるお客さんも当然しんどい、しんどいね、しやっぱね、5本6本全力投球って結構厳しいよね、厳しい、うん、お客さん的にもしんどいし、もっと集中して楽しんでもらってもいいのかなって、うん、だし、ただそれだから、それでなんかそのワンデありきから前半と後半で分けたりとか、そうだね、2本だけっていうのもありなんじゃないのかなっていう風に考え方がちょっと変わってきたよね、変わってきたっていうのはちょっとずつあるね、うん、でただだからといってワンデーで受けてなんか損するというか、そのなんだろう、ちゃんとワンデーで考えられてないかっていうとそういうわけでもない、でもない、うん、っていうような感じではある。だからそのすごいね、このイベント自体は本当に毎回悩んでます。そうだね、うん、なんかもう常になんか、うん、2人で飲んでるように見えると思うんですけど、うん、まあ飲んでるんですけど、うん、そればっかりだよね、そのそうそう、どうだったか、そう、今後どうするか、そうずっと話してるよ、ね、そうそう、もう毎回どうするかってうん、そう、2019年から、何回やったんだっけ、なんかそう、一回僕まとめて、多分ブログから一回何回流してるんですけど、うん、すごい数でやってたんですよ、そのやっぱ。うん、というか、やろうって、最初ね、年に、ね、初めに。年1っていう話だったのね、一番最初は。そう、で、それをなんか、月1回に近いぐらいをなるべくやりたいっていうような感じで、2019年やりましたっていうところで、本当にやっぱ苦労しました。正直、ね、正直大変だったっていう。そのみんなが思えるそのことではなくて、うん、例えばその集客とか金銭面っていうことは、うん、もちろんそれもそうなんだけど、うん、そうじゃなくてそのもう一個先の悩みだね、うん、もう一個だからね、いや集まんなかったからとか、あの、あそこの会場費高いからでしょって、うん、多分そこで悩んでるように見えるかもしれないけど、もっと先、うん、もっと先を あ
悩んだね。そうね、正直お金の部分よりもやっぱりこうこのイベント自体にすごい自分は思い入れをね、ある程度スタートがね熱かったしね、熱いです、うん、だからそこのイベントの価値を下げたくないし、来てもらったプレゼンターの人もあ、ここ来てよかったなって思ってもらいたい、うん、お客さんもよかったなって思ってもらいたいっていうところをすごく考えてるので、そうぶっちゃけた話、まあ、最悪言い方悪いんですけど集客少なくても、まあ、失うのはお金だけだけど、うん、やっぱりその来てもらったお客さんの気持ちが失ったりとか、そうだね、プレゼンターがここでやって嫌だったとかっていう気持ちを失う方がよっぽどね、うん、そこはお金で買えないんで、ちょっとかっこよく言ってますけど、ね、いやでもその通りっていうのをね、ずっと言ってるね、うん、それはね、いつも悩んでます。まあ、だってそこでね、何万何十万赤字になってもそうだけどね、他で稼ぎゃいいわけですから、うんうん、ただね、そこで失っちゃったね、信用とか、ね、イベントの価値はもう一生戻ってこなくなっちゃうと思うんで、うん、そこはね、時間もかかるだろうしね、なんかね、2019年はかなり PFDP の本当にそのイベント運営で悩みましたっていう、ね、やっては悩み、うん、やっては悩み、ね、そうそう良かったね、でも本当にこれは良かったのかとかすごい毎回考えてね、そうだね、もっといい方法があったのか、そう、うん、本当にこうなんか納得してよしって、うん、毎回ね、うん、良かったなって思って終わるんだけどね、うん、少し経ってくるとやっぱ冷静になると、うん、どんだけその日良かったって思っても、うん、次の日ぐらいからね、うん2人の LINE が止まらないんだ。そうだからどうだったかなって、なんか本当にそう、うん、あったね、あったというか、うん、今もというか、お客さんとしてのね、なんかその受けた時の感じが本当にそのいつも客観的に見てこれは楽しんでもらえたかな、あと後日動画編集してたりとか動画見てた時も、うん、これは本当に楽しいように戻ってるのかなっていうのは常に毎回思ってます、うんうん、とにかくうちらがいつもこうみんなにシェアしたいなと思うのは、別に上手になってほしいとか健康になってほしいっていうよりも楽しんでもらいたいとか、ね、ストレスなく来てよかったっていうのが大前提。もちろん、ね、インストラクターとして上手になってほしいし健康になってほしいんだけど、それよりももうちょっとマインド的なところにうちらはフォーカス当たってやってるから、今ちょっとうん、何言ってんだこいつらと思ってる人もいるかもしれないけど、うん、うちらの考え方的にはそっち、うんうん、なんかシンプルにプライスレスなんですよ。だからそのフィットネスだから、そっちの楽しむ方に価値を感じてもらえればなっていうのはありますし、うん、なんかあとね、ダンス上手くなりたいとかどうこうとかっていう部分に関しては、うん、前ワークショップやってたじゃん、その菊池真由美さんとかね、うん、ちょっと今海外行ってるのもあったりとかして、うん、なんかなかなか、うん、お呼びすることが難しいんですけど、そういう形でいろいろ本当にダンスをうまくなりたいならっていうのもいろいろね、企画するのも考えてますし、 BL 自体もね、結構そういうダンスの部分は、うんうん、そのね、うまくなる方もやってますんでね、まあそれはそれでいいんですけど、あくまでも PFDP は楽しんでもらうっていう、まずね、まず楽しんでもらう、うん、で、いろんその本当に、あとね、もうよくお願いしてるのは、なんかこの先生面白いと思う人いたら言ってほしいっていう、ああシェアしてほしい、ね、シェアしてほしい、なんかそれはね、うん、僕言ってもらえれば調べます、ちゃんと責任持って調べますんで、もしこういう人いいよとか面白いよって言うんでしたら情報ください、うん、いいね、もう絶対調べますんで、それは間違いなく自分としてはね、このダンスフィットネスっていう部分でもっとよりね、皆さんで楽しんでもらえればと思いますんで、うん、そう、そんな感じでやってます。で、ちなみにこの PFDP の本当、もっとできればね、もっと人数を多くして、本当にその数十人規模からもっと大きな規模感での大きなパーティーをしたいっていうのは本音です。そうそうそう、規模を大きくして、ね、規模を大きくして、うん、っていうのも一つずっとね、それもずっと言ってるよね、ずっと言ってます。だからずっと、あ、うちらね、そうね、実はみんなにとかじゃん、あんまり発信してないんですけど、ずっと言ってます。で、そう、いろいろ考えて動いてるんですけど、まあその機を見てね、ちゃんとやりますんで、その時はぜひ皆さん乗っかってもらえればと思います、うん、そうね、プライスレスフィットネスダンスパーティーですから一応ね、もうあと3回ぐらいいますけど、プライスレスフィットネスダンスパーティーです、あと、ね、PDF じゃないよ、そう、まあでもいいよ、だから PFDP で全然覚えてもらっていいんですけども、本当に価値の部分で考えてもらえるといいのかなと思います、ね、うん、
だからね、実はジョイントが増えてるんですよ、このイベント。ジョイントが増えてる。ジョイントレッスンが増やしちゃってるんです、僕実は。バンビが。その PFDP って最初ソロとか結構多めに入れてたんですけど。ああ、そうだね。だいぶね、ソロ減らしてきてるんですよ、実は今。そうだね。基本、うん、あってもソロ1本あるかないかぐらいにしてるんで、うん、だからちょっとね、その辺もいろいろ、その PFDP の中でも動きがあるんですけども、本当に価値は常に感じてもらえるように。うん、全力で頑張りますので、うん、あ、このイベント なんかあったなとかだと、まず動画見てもらってもいいですし、そうね、うん、YouTube にいっぱいあるんで、 YouTube いっぱいあるんで、うん、動画見てもらってもいいですし、そして面白いなと思ったらもう即申し込んでください、うん、乗っかってほしいですね。もちろんワンデーじゃなくても、うん、1本だけでも、うん、2チョイスとかあるね、うん、とかだけでも、午前午後だけでもね、うん、受けてもらえるいいので、うん、はい、受けてもらえると楽しいようになってます、うん、本当に。あとこの動画とか見て初めてそのフィットネスクラブの外でイベントを受ける人とかっていうのが結構ね、このイベントいらっしゃるんですよ、うん、そうだね、だからね、初めて、うん、そこに責任をすごく感じてますので、うん、絶対に楽しんでもらいたいというのは本当に思ってますし、うん、この動画を見て今まで出たことない人もぜひ一度そうだ、ね、出てもらえると、うん、そのフィットネスクラブ以外のイベントに出てもらえるといいのかなと思います、うん、もう興味が少しでもあればね、もう完全にフォローしますね、僕は。来ていただければね、また新しい世界がね、うん、あるよね。そう、ある、本当に外に出るっていうのは、うん、そう、 BN も一つ来やすい場所ではあるんですけど、この PFDP っていうのは、うん、そういう大きなイベントとしてサークルとかそういうの以外に除いてのところではすごく来やすくしてますんで、ぜひぜひね、一度来てもらえればと思いますし、うん、あとね、皆さんの前に結構行ってる人がいらっしゃると思うので、聞いてみてください。うん、いるはず、うん。なのでね、それでイベントのなんかね、感想とか聞いてもらえると、あとイントラさんにも聞いてもいいかもしれない。今までね、出てくださったイントラさんも結構いらっしゃる。YouTube に上がってる人たちね。ね、うん、ぜひぜひ聞いてもらえるといいのかなと思います。うん、うん、そうだ。そう、こんな感じで PFDP だとね、本当うちら熱いっす。あと、いや、PFDP だけじゃないけど、まあ、そう本当は暑いね。暑い、暑い、すごい暑い。一生喋ってるよね。暑い、長い、そしてその時とか。一回飲みましょう。うん、長い、長いからね。そりゃ飲むんですよ。そう、いや、頻度がね、いや、本当に長いんで、そのぐらいね、この、PFDP って熱く動いてますので、ぜひ一度じゃなくて、二度でも三度でもって感じなんですけども、まず動画から。見てもらえるのが一番かな、先に、うん、って思います。やったことないですね、うん、という感じですので、ぜひぜひ一度お越しいただければと思います、はい、うん、うん、そんな感じだよね。そんな熱い、うん、動画でした。下手くそか、まとめるの下手くそか。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。熱いビールもいいと思う、うん、はい、よろしく、よろしく、はい、バイバイ。